鈴木義弘は、香川県中田土郡万能町出身の元プロ野球選手。小学2年生から野球を始め、香川県立田津工業高等学校では2年春、夏の県大会で8強入りを果たした。愛知大学野球リーグでは1年春から投げて、新人賞を獲得する活躍を見せ、2年春には、同邦大学1回戦で、リーグ11人目のノーヒットノーランを達成し、 最優秀防御率を獲得。大学4年間で通算18勝を挙げた。2004年の中日ドラゴンズ優勝パレードの際にアルバイトとして沿道の警備に当たっていた。その年のドラフト会議で中日ドラゴンズから5巡目指名を受けて入団。中部大学から初めて誕生したプロ野球選手となった。大学では工学部機械工学科に所属していた。 2005年は新人ながら開幕一軍入りを果たし、前半はやや不安定だったものの、オールスター戦以降は31試合に登板して、防御率1点台の安定感を誇るなど、右の中継ぎとして活躍した。特に先発投手が早い回で降板した後の2番手に登場することが多く、2番手の鈴木として、ドラゴンズには欠かせない存在にまでなった。また、 延長に入った時のロングリリーフとしても機能する貴重な存在であった。オフには同郷で、後の同僚の店工事の誘いもあり、城島健ジの佐世保での自主トレに参加している。2006年開幕当初は、前年の疲れやキャンプでの調整方によりに、軍スタートだったが、4月末に昇格。開幕から11試合連続無失点の高騰を見せ、 不安定な中継陣にあって、首脳陣及びファンの信頼を得ていった。シーズンを通して46試合に登板、防御率1.70の高成績を残し、リーグ優勝に貢献した。2007年はこれまでと同じ起用で、5月に一軍、昇格。前年に比べ、出場試合数は減少し、ロングリリーフも減ったが、被打率は1割台で、脱三振数もイニング数を超えた。 9月以降14試合登板とフル回転し、クライマックスシリーズ、日本シリーズにも登板した。2008年は、セットアッパーの有力候補として期待され、開幕から好調を維持し、北京五輪日本代表第一次候補選手にも選ばれた。しかし、右肘の故障により4月下旬に1軍登録を抹消されてしまった。2009年は、故障の影響もあって2軍スタートとなり、 そのまま開幕を迎えた。シーズン半ばには一軍昇格を果たすも定着には及ばなかった。10月3日に行われたファーム日本選手権では先発の伊藤一きの後を受け、氷リリーフ、見事 MVP に選ばれた。2010年は開幕一軍入りしたものの右肘手術の影響か、9位が落ち、投手である巨人の大地大輔に、 敵自我を撃たれ、死球で自滅する投球も続き、3週間で2軍落ち。中盤以降はコントロールを生かした、投球内容で、小林正と清水明信、平井聖子の3人と共に、ビハインドや同点の状況でのリリーフとして、優勝に貢献した。2011年は、キャリアハイとなる55試合に登板し、防御率1.08を記録、ホールド数も12を記録して、 自己最多で先発投手と浅尾拓也のつなぎ役を果たしリーグ連覇に貢献。この年のビールかけには自身のピッチングフォームがカニに似ていることからカニの被り物を被った。2014年9月25日、球団から現役引退が発表された。ルーキー時の監督でもあった落合博光 GM から来期契約を更新しない旨を伝えられ。 スーさんも下手ったなと言われたことでやめ時を悟ったという。10月1日の対 DNA 戦を引退試合として、同じくこの年限りで現役引退する小林正と店工事と共に登板し、鈴木は6回一死の場面で黒羽根力と対戦し、本塁打を打たれて小林と交代した。試合後のセレモニーでは、最後の登板でホームランを打たれて諦めがつきましたと挨拶し、 チームメイトから同上げされた。2015年により、中日ドラゴンズのスコアラーに就任。現在は、広島東洋カープの担当を務める。愛称は、スーさん。速球の平均球速は、約時速 137km、最速時速 149km。変速的サイドスローから、スライダー、シュートで揺さぶる投球が武器。主に接戦での投板や、 ロングリリーフとして活躍した。宮本真也は上原浩治の YouTube 動画で現役時代に苦手だった投資として名前を挙げている。ありがとうございます。